FM ギナワン火曜日夜9時、この時間は川光愛のアニマルカンパニーをお届けします。この番組は猫好きの私川光愛がその輪を広げ、猫以外の動物もめでながら、動物好きとそうじゃない人も巻き込みつつお届けする番組です。また FM 講座では月曜日お昼1時から再放送でお届けしています。ということで FM 講座の皆さんはこんにちはの時間帯でございます。 FM ギナワンの皆さんは夜9時から夜10時ちょっと前55分ぐらいまでお付き合いください。よろしくお願いします。今夜は収録放送でお届けします川光愛のアニマルカンパニー。ツイキャスの放送はないんですけど、ユーストリームで音声配信しています。 FM ギノワンのホームページからこちら見ることができますので、そちらでもお楽しみください。映像はね、生放送だからないんですけどね、あの写真をうちのロッキーが頑張って作ってくれた、私が手書きで書いたロゴを貼って、私の写真を貼って情報を書いてくれたロッキー手作りの画像がきっとユーストリームに貼ってあると思うので、それを眺めながら夜10時までぜひお付き合いください。この番組は動物と暮らすをテーマにお届けします。今ですね、メッセージテーマを募集しております。まず一つ目はアニマルエピソード。皆さんが一緒に暮らしている動物たちのエピソードだったり、日常で出会った動物たちとのエピソードを送ってきてください。そしてもう一つ、アニマルニュース。こちらはですね、自分個人的な動物たちのニュースと報道されていて気になった動物ニュース、ぜひ送ってきてください。こんなニュース最近見て、なんかこんなこと思いましたとか、私のうちのワンちゃんがなんとお座りを覚えましたとか、そういった些細なことでも構いません。ぜひぜひアニマルニュースもメッセージをお待ちしております。そしてもう一つ、今月からというか今年からスタートさせてみましたアニマル大喜利もありますよ。ただいまのお題は犬もしくは猫が少しだけ喜びそうな一言、アニマル大喜利いくつ送っていただいても構いません。今月はね、今月いっぱいはこのお題でいこうかなと思っております。ぜひアニマル大喜利にも参加をお待ちしています。そしていつも通り普通のお便り、普通お便り募集してます。この動物にも全く関係ないけど、むしろ私にも関係ないけど言いたいとか送りたいっていう、もうどんなメッセージも大丈夫です。普通のお便り、普通お便りもお待ちしております。すべての宛先はこちらです。メールアドレス animal@fmginowan.com、 アルファベットすべて小文字です。 animal@fmginowan.com です。メッセージお待ちしてます。アニマルカンパニー、この番組は NPO 法人ワンズパートナーの会、つなぐ沖縄の協力と、ベッドボックス沖縄の提供でお送りします。アニマルカンパニー。お母さんの幸せ、それは家族の幸せ。私たちは生まれてくる小さな命を守るためにお母さんの幸せを考えます。笑顔と真心を込めて。お問い合わせは 937-1111 アイレディースクリニック。アクアバンクのサーバーに水道水を注ぐだけでミネラル水素水に大変身。月額3980円で使い放題、飲み放題。フリーダイヤル0120-81-0432。はい、おいしい水アクアバンク沖縄まで。あー、おいしい沖縄のラーメンなら屋台赤道ラーメン。チューブで生まれて25年、醤油に味噌に豚骨塩、新食感の極太つけ麺、自家製麺で歯ごたえしっかり、餃子にチャーハン、お得なタイムセールもバッチリ充実。グループ圏内8店舗、どこでも美味しさ味わえます。ごちそうさまでした。屋台赤道ラーメン。ペットボックス
ボックスではお得な特典をご用意しております。無料フード交換サービス、1週間の生態保証、毎週日曜日午後3時まで 5% オフ、地域限定無料配達、快適なペットライフのためにお近くのペットボックスへ。川光愛のアニマルカンパニー、川光愛のアニマルカンパニー FM ギノワンから川光愛がお届けしています。今夜は収録放送です。この番組は動物と暮らすをテーマにお届けしています。ただいまアニマルエピソード、アニマルニュース、アニマル大喜利、お題は犬もしくは猫が少しだけ喜びそうな一言募集しております。もちろん普通のお便り、普通お便りも待ってますよ。メールアドレスはanimal@fmgino1.com、 animal@fmgino1.com です。メッセージお待ちしております。この番組ですね、ワンズパートナーのカイさんとつなぐ沖縄さんに協力いただいて情報発信をしております。そして今月から、年初めから、なんとペットボックス沖縄さんがスポンサーについてくれました。ありがとうございます。やりました。ぜひ皆さんペットボックス那覇店、茶壇店も遊びに行ってみてください。私も猫のね、ご飯買ったり、砂必要だからね、猫の砂買いに行ったり、結構な頻度で足を運んでおりますが、この間ね、猫の砂買いに行ったんですけど、ペットボックスの、ね、店員さんね、本当に優しいんですよね。あの、荷物運んでくれるし、重いものとかね、結構猫のご飯も量買うと重たくなるからありがたいんですよね。ペットボックス那覇店はなんか近くにドッグカフェ的な、熱帯魚とかも見れるようなお店もあるらしくて、そっちね、行ったことないんだよね、まだ。行ってみたいな。あのね、最近この番組に全然顔を出してくれない、あの、ミキサー山内さんも。ミキサーっていうかね、この番組でミキサーやってくれてるのが不思議なんだよね。一応山内さん偉いから。一応って言っちゃった。最近はでもロッキーとみーちゃんがずっと生放送の時はスタジオついてくれるので、私は心強い限りですけど、山内さんもね、熱帯魚好きだから、そのお店すごい気になってましたけど、私も行ってみたいな。ぜひペットボックス遊びに行ってください。 CM もね、ペットボックスさんの挟んで来ておりますので、放送もぜひ聞いていただければなと思います。それではまず最初に、 NPO 法人ワンズパートナーの会さんから譲渡会のお知らせです。 NPO 法人ワンズパートナーの会は、犬猫の殺処分数ゼロを目指し、動物たちの命を救うべく活動を続けている団体さんです。毎週日曜日、ワンズサポート譲渡会を行っています。今月の譲渡会のお知らせ、1月の譲渡会は今週日曜日、1月24日です。ペットボックス茶壇店にて、時間は午前11時から午後2時までで行われます。新しい家族を待っているワンちゃんに皆さん会いに行きませんか？ワンズパートナーでは、気に入った子が見つかるとそのまま譲渡するのではなく、トライアル期間が設けられます。一緒に暮らせるかどうかしっかり確認した上で、新しい家族として迎え入れていただきます。犬と一緒に暮らすことを考えている方は、ぜひ一度譲渡会へお越しください。今週は1月24日日曜日、ペットボックス茶壇店にて午前11時から午後2時までを予定しています。譲渡会場や時間は変更になることもあります。譲渡会に行かれる際は Facebook などで情報を確認してお出かけください。またこの譲渡会、ボランティアスタッフも募集しております。この譲渡会が開催されている時間の少し前から、準備もありますからね、前から譲渡会終わって片付けまでの間なんですが、その間ずっといなくても大丈夫だそうです。本当に1時間30分、少しの間でも、もしお手伝いできる方、興味があるなっていう方は、ぜひ、ワンズサポート譲渡会、足を運んでいただきたいなと思います。
そこにね、あのスタッフの方いつもいらっしゃいますので、多分私がこの番組やるにあたってお世話になっている中西さんという男性の方とかね、もういつも大体いらっしゃるって言ってたので、中西さんいますか、アニマルカンパニーを聞いてお手伝いに来たんですけどって言ってもらえたら、あーってなると思いますなのでぜひ、ワンちゃんは今お家で飼えないんだけど犬と触れ合いたいなとか、こういう活動のお手伝いをしてみたいなという方は、最初ね行くのすごい勇気がいるんですよ。私もね、この番組やるにあたってワンズサポートさんの譲渡会に足を運んだんですけど、最初はねやっぱり緊張しました。あの人見知りがゆえっていうのもあるんですけど、どんな話をすればいいんだろうと思って、いや話すことは決まってるんですけど、なんだろうな、緊張はしたんです。でもねすごい優しかったんです。中西さん含め他のスタッフの皆さんも、お手伝いされてるボランティアの方たくさんいらっしゃいました。あの学生のね、ほんと中学生とか高校生の女の子とかもいて、皆さんでこのワンちゃんの新しい家族を探すべく活動されています。ぜひボランティアスタッフ興味がある方はワンズサポート譲渡会足を運んでいただければと思います。そしてですね、物資の支援のお願いもしております。譲渡会場の方に運んでいただいて、お持ちいただいて結構です。ぜひベッドシーツだったりペットフードだったり、ワンズサポートさんで抱えてるワンちゃんも預かっているワンちゃんも結構いらっしゃるそうです。なのでぜひ皆さん物資の支援ご協力もお願いします。詳しくはワンズパートナーで検索して、ワンズパートナーの会のホームページをご覧ください。ワンズパートナーの会譲渡会のお知らせでした。さてここからはですね、メッセージ紹介していきたいなと思います。今募集しているのはアニマルエピソード、アニマルニュース、アニマル大喜利なんですが、メッセージいただいておりますよ。愛社長初出社ご苦労様です。あ、これはあれですね、先週いただいていたメッセージですね。今週になってしまいました。アニカネーム青に夢中さんです。いつもありがとうございます。年末年始にかけて気になったニュースだと、冬眠しないできないクマが続出ですかね。暖冬のせいで雪がなく気温も高いために体内時計がおかしくなっているみたいです。そのため食べ物を求めて行動範囲が通常の何倍にも広がり、民家の近くや国道などにも出没しているみたいです。12月から4月の間が冬眠の季節なのに、クマ自身も眠れなくて大変だろうね。やはりクマも眠らないと凶暴になるみたいです。人も同じで、寝ないと何やってるかわからなくなる時ありますしね。事件事故が発生しないことを願うばかりです。私も今年は1日4時間は眠れるように頑張ってみます。仕事忙しすぎ、あるだけいいのかもしれないけどね。今年みんなにとって良き年になりますよう願っております。遠方より番組参加しますのでよろしくです。青に夢中さん、いつもありがとうございます。1日4時間は眠れるように頑張ってみますって、通常は2時間とか4時間に満たないってことですよね。仕事忙しすぎなのか、ああ大変。私ね12時間は寝たい1日半分寝てんじゃないかって感じですけど、睡眠時間は長い方ですね。4時間未満だとね、もう思考が働かないです、あんまり。厳しいね。クマも大変。冬眠しないできないクマか。確かにね、今年の冬は本当にあちこちで暖冬と言われてますけど、私はね、今現在地が関東の方なので、あの関東でもやっぱ例年よりは今はあんまり寒くないみたいですね。ものすごい寒いんですよ。ものすごい寒いんですよ。ちょっと雪も観測されたり、積もったよみたいなニュースも、そう、今週雪が積もったりしてるんですけど、寒い。
寒いけど例年よりは寒くない日が多いみたいですね。沖縄もね、年末年始私沖縄にいれなかったんですけど、やっぱりいつもより暖かかったみたいですね。なんかこの時期だったら初詣コート着て出かけたのに、今回はコートで暑かったよ、いらなかったコートっていう話も聞きましたね。え、温暖化ですよね。温暖化は動物にとってというか人間にとっても本当に深刻だなと思いますが、だって私が子供の時とかは関東でも30度とか超えてたかな、夏超えてる日もあったかもしれないですけど、やっぱり沖縄の方が暑いっていうイメージがあったんですけど、大人になってもう本当にこの今とか関東の方が本当に気温上がったりしてますよね。なんか変な暑さがあるみたい。夏の暑さっていうより、なんだろうな、人工的な何かを感じる暑さ。だからそのアスファルトの照り返しとかムシムシするのもきっとそうなんでしょうけど、なんか自然な暑さっていうよりは人工的な問題でできた暑さみたいな感じするよね。なんかほんと心配。この温暖化に警鐘を鳴らしている方多分ほんとたくさんいらっしゃるんですけど、学者さんとかも含めて。でもなんか日常生活にそんなに入ってこないんですよね。ニュースの報道のされ方なのか、温暖化温暖化ストップ温暖化なんていうのね、すごく聞きますけど、本当にやばいって思うんだよね。だからこの動物たちも気温の変化っていうのはすごい人間よりも察知していると思うんですけど、どうなんだろうね。本当クマとかにはたまったもんじゃないですよね。青に無重さんが言ってるように、クマも眠れないと大変ですよね。凶暴になるし。それだけ睡眠は大事ということですよ。でもそういう温暖化とか睡眠、冬眠できない状態を作っているのはさ、人間なわけですよね。結局この世界は人間が支配してるわけですから、少なくとも人間的な立場から見るとね。他のとこから本当に動物の立場になるとどうなのかわからないけど、人間がちゃんと支配してるのかとか、宇宙的に見るとわかりませんけどね。でもまあまあ一般的に見るとやっぱり人間が支配しているわけで、そんな中ですよ、動物たちはたまったもんじゃないですよね。温暖化を止めるべく行動できるのは人間しかいないんですよね。でも寒い時期とかさ、寒さがやっぱりダメなんですよね。暑いのはなんとかなるかもしれないけど、クーラーとか入れなくてもね。でも寒いのはもうこたつとかつけちゃうんですよね。ホットカーペットとかさ、ヒーターとか。それはいけないよね。いや、いけないことないですよ。いけないことないですけど、体調管理とかね、寒さをしのぐ文明の危機ですからね。そういう人の知恵みたいなものがありますから必要なんですけど、でも頻度とかその考えないといけないよね。やっぱ動物たちと私たち人間ももちろんですけど、地球の未来を考えると本当やばいと思いますよね。沖縄に帰るとね、基本的に車に乗るわけですよ。なかなかバスとかも今乗らなくなってきたし、でもそれも温暖化の原因ですよね。排気ガスが出たりとかして。分かってはいるんだけど減らないよね。でも関東に来ることが増えて、関東ってやっぱすごい歩くんですよね。内地はそうなんだと思います。家から駅までとか、駅近ってすごい家賃高いらしいですからね。だから駅からちょっ
と歩くっていうところに家を借りたりしてる人多いと思うんですけど、まあ、そこ駅まで15分20分歩くとかで、駅入っても本当大きい駅とか、なんか品川とか東京駅とかなんか渋谷とかすごい歩くんですよね。で駅中でも歩くのに、駅から出て目的地までもまた30分ぐらい歩くとか、すごい歩きますね内地は。だからなんかご飯食べても体重が増えないのはその辺かもしれないです。沖縄の人は本当歩かないって言いますよね。私もあんまりね沖縄にいる時歩かないけど、だからこっちに関東に出ることが増えて歩くことが増えてるんですけど、だから沖縄でも全然歩くことが増えましたね。なんかここまでだったらまあ歩ける距離だもんなって思うようになりました。歩いた方がいいね、健康的だし地球にも優しいし。時は金なりって言うけどね、そうなんだよね。だからこそガソリン代を払ったりタクシー代バス代を払ったりして時間を短縮させたりもするけれど、なんか熊の話からなんかすごい方向に行ってしまった。いやでもね熊も本当大変だよ。凶暴化してね本当に事件でも起こそうものなら処分されてしまうのはクマだからね。もう処分って言い方もなんだかなって感じもしますけど、結局そうなんだよね。人間に危害を加えてしまうと、もう動物の方がどうしたって処罰の対象になってしまうんですよね。人間様なんですよね、だから。なんか、悲しくもあり、人間がどうにかそれが防げればいいんですけど。って思うと本当にまた温暖化がってなるからね、そういう冬眠しないできないクマが出るっていうのは。森林伐採とかしてさ、動物たちの住処をなくしたり、動物たちが自分で食料を取ってる場所を奪っているのも人間だって話もねよく聞くじゃないですか。よく聞くけど、それに対してね保護の活動を行っている方ももちろんたくさんいらっしゃるわけですから、人間の全てが動物とか環境に悪いことをしているっていうわけじゃないんですけどね。でもそういうことにことが問題になったりしている、そういうなんていうの、動物の住処を奪うとか保護している人がいる反面、そういうこともあってなんか堂々巡りな感じだよね、ここ十数年。なんか進んでるのか後退してるのか足踏みしてるのかよくわからない感じもしますけど、なんか規模的には今大きいこと話してる感じですけど、自分にできることからじゃやるのが一番なのかもしれないですね。小さいことですけど、なんかそのできるだけ歩くようにするとか、公共の交通機関を使うとか、なんか温暖化とかに対してはね、なんかそういうゴミを出さないとか、できることから小さいことから一人一人がっていうやつもまたみんな言ってるわけですよね。今までもずっと小さいことからコツコツとなんてね、難しいね。もう一つ行きましょう。アニカンネーム沖縄大好きさんからありがとうございます。アイちゃんこんばんは。こんばんは。沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、アニカンネーム沖縄大好きアイビーン、ありがとうございます。今回は収録と聞いて急いでメールしました。そう、告知がねギリギリになってしまって申し訳ないです。だいたい今月はもう収録放送になるんですけど、日曜日月曜日の夜あたりに収録をしてます。来週も多分日曜日になるかな。ぜひそれを目安にメッセージお待ちしております。メッセージはね随時送れるようになってますので、収録日
とか放送日だけに限らずメッセージは届くようになってますので、ぜひメッセージアニマルアットマーク fmginowan.com まで送ってください。沖縄大好きさん、メール間に合ってます。ありがとうございます。さて今日のテーマは、財布がないと思い急いで自宅に戻ったらズボンのポケットに入ってた話ではなくよくあるね、テーマアニマルエピソードを、アニマルエピソードへのメッセージ。僕が子供の頃の話をしたいと思います。自宅から少し離れている公園にいとこと妹の3人で出かけていた時のこと。公園のところに小さい白い犬を発見。自宅に連れて帰り、いとこがその白の子犬にお風呂を、白の子犬をお風呂に入れてあげたりしていました。みんなでその犬にコロって名前をつけました。両親は仕事でいなかったのでバレなかったのですが、すぐ公園に戻り、その子犬を放して一緒に遊んでいると、もう一匹の子犬が。その子犬は僕たちが拾った子犬コロの兄弟でした。2匹がじゃれ合っているのを見ながら一緒に遊んでいましたよ。これが僕のアニマルエピソードの一つです。では最後まで放送ちばりよ。ありがとうございます。あー、いい思い出だね。ほっこりするね。だいたいさ、お家に連れて帰って、でもこれなんか珍しいね。連れて帰ってなんかお母さんとかお父さんに、うちは飼えないから戻してきなさいって言われて、やだって言ってこっそり飼い始めるとか、なんか泣く泣くっていう話はなんかドラマとかそういうものでも結構ありますけど、沖縄大好きさんは連れて帰ってお風呂に入ってまた公園で遊ぶっていう、なんか新しいパターンだね犬もびっくりだね。お風呂入って、あ、戻され、いや遊べ、みんなで遊ぶみたいな、なんか不思議な感じするねコロどうしてるでしょうね、白い犬コロ。私はね、もうこの番組始まる前に行った、あのその例のね、サクサクさんが今書いてくれているオープニングのアニマルカンパニーのアニマル劇場ですよ。アニカン劇場か、寸劇の時に入れたんですけど、いとこのお兄ちゃんにと私のお姉ちゃんとそして私で歩いてる時に目の前から犬が走ってきて、結構やっぱ子供の時だったので大きくて、その犬が走ってくるのが怖いから逃げたら追っかけてきて、まあそりゃそうですよね、追っかけてきて、でなんか駐車場みたいなところに入って、駐車場の入り口のなんていうの、なんか金網みたいなのをニーニーがこうガッと閉めたら、私だけ駐車場に入れずに犬が迫ってくるっていう、もうその後の記憶はないですっていうのがもう子どもの時の動物のアニマルエピソードのもう鮮烈に残っている思い出ですね。本当若干トラウマになるからいやでも犬もね好きなんですよ。大きい犬もねもちろん好きですし、小さい犬も好きですし。私最近ね、そういえば気になったのはあれが出てたんですよ。トイプードルのワンちゃんが殺処分寸前で保護されて警察犬になりましたっていうのがあって、すごいよね。トイプードルってなんか警察犬のイメージないけど、その保護した方どこだったかな、茨城県だ、茨城県でそのトイプードルのアンズっていう、アンズくんだね、あ、アンズちゃんな、女の子、アンズちゃんがその殺処分寸前に警察犬の指導をしている男性に保護されて、でその男性がね飼っていたシェパードが訓練しているその警察犬の訓練だと思うんですけど、その訓練に興味をアンズちゃんが持つようになって、そこから一緒に訓練をやって警察犬にの審査会で合格したらしいんですよね。すごいよね、はあ、本当に良かったな。これで私最近気になったんです、アニマルニュース。
こういうね、なんか嬉しいニュースが増えるといいな。だから青にむじゅうさんが言ってたような熊の事件とかそういうニュースは入ってこないといいなと思いますけど。皆さんメッセージありがとうございます。この後番組後半です。一旦ですね CM を挟んでその後番組後半お届けします。それでは一旦 CM です。お母さんの幸せ、それは家族の幸せ。私たちは生まれてくる小さな命を守るためにお母さんの幸せを考えます。笑顔と真心を込めて。お問い合わせは 937-1111 アイレディースクリニック。アクアバンクのサーバーに水道水を注ぐだけでミネラル水素水に大変身。月額3980円で使い放題、飲み放題。フリーダイヤル0120-81-0432。はい、おいしい水アクアバンク沖縄まで。あー、おいしい沖縄のラーメンなら屋台赤道ラーメン。チューブで生まれて25年、醤油に味噌に豚骨塩、新食感の極太つけ麺、自家製麺で歯ごたえしっかり、餃子にチャーハン、お得なタイムセールもバッチリ充実。グループ圏内8店舗、どこでも美味しさ味わえます。ごちそうさまでした。屋台赤道ラーメン。ペットボックス、ペットボックスではお得な特典をご用意しております。無料フード交換サービス、1週間の生態保証、毎週日曜日午後3時まで 5% オフ、地域限定無料配達。快適なペットライフのためにお近くのペットボックスへ。川光愛のアニマルカンパニー。それではここでつなぐ沖縄さんからイベントのお知らせです。つなぐ沖縄は犬猫の殺処分数ゼロを目指して、一人でも多くの人を知る、考えるきっかけ作りを目的とした啓発活動を軸に活動しています。犬猫殺処分数ゼロを目指して、人と動物、人と人、未来へつなぐ、つなぐフェスボリューム1が開催されます。主催はつなぐフェス実行委員会、那覇市町側のお店の方々とつなぐ沖縄さんです。共催は那覇市中心商店街連合会。入場料は無料。つなぐフェスボリューム1は3月20日日曜日午前11時から午後6時の間で開催される予定です。場所は那覇市にぎわい広場。このつなぐフェスでは犬猫の里親会を同時開催予定です。保護犬の里親会は NPO 法人ワンズパートナーの会さんが、保護猫の里親会は沖縄ワンニャンの会ミュウさんが行います。その他、音楽ライブや飲食、物販、ドッグマッサージなどなど、様々なジャンルのお店が出店予定です。このイベント少し先なんですが、3月20日ね。このイベントの目的は、犬猫殺処分の現状を、まずは一人でも多くの人に知ってもらい、考えてもらうきっかけを作ることを目的としています。参加者、そしてご来場の皆さんが楽しみながら気軽に動物愛護に参加ができ、また地域の人と共同で開催することにより、地域の問題の一つとしても考えてもらえるようにします。このイベント、なぜ今この1月の段階で告知させていただいているのかというとですね、この出展者、このイベントに出展していただける方を募集しております。県内で活動している他の動物保護団体さんへの寄付を集めるために、出展者を募り、出展料と運営費を除く全額を物資に変えて寄付をいたします。参加者が楽しみながら動物愛護に参加できるように、様々なお店に出展していただきたいです。また、動物保護団体さんの里親会も同時開催しますので、ぜひ皆さんこのイベント、個人で営業されている方とか、お店出店できるよっていう方は、ぜひこのイベント出店してみてはいかがでしょうか。出店者様と、そして現在協賛者様も募集しています。企業様はもちろん、個人営業のお店や個人でも協賛者様大歓迎です。詳しくはつなぐ沖縄 Facebook ご覧ください。どうぞ皆さんのご協力よろしくお願いします。私はね、お店出せるようなものを何も持ってないので、
協賛者という形で寄付させていただこうかなと思うんですけど、一口ね3000円だったと思います。ぜひつなぐ沖縄の Facebook チェックして活動支援していただける方、そしてこのイベントの費用ですね、費用といいますか、出店料と運営費を除く全額は動物保護団体さんへの物資の寄付として扱われることになりますので、ぜひ皆さん動物愛護の一環としてこのイベント、出展者側、協賛者になる、そして参加者としても参加していただければなと思います。イベントは3月20日日曜日です。那覇市にぎわい広場にて、ぜひ皆さんのご参加よろしくお願いします。詳しくはつなぐ沖縄 Facebook ご覧くださいね。以上お知らせでした。アニカ、アニマル大喜利、2016年に入ってスタートさせてみましたアニマル大喜利。ただいまのお題は犬もしくは猫が少しだけ喜びそうな一言で募集しております。届いてますよ。アニカンネームハニタロウさんからありがとうございます。いっぱい来てる。犬もしくは猫が少しだけ喜びそうな一言。今日の餌は奮発してケンタッキーフライドチキンの骨だぞいいね、油すごいですからね、美味しいんだけど、その骨だぞっていうのが喜びそうだね。本当は多分お肉の方も食べたいんだと思うんですけど動物の方もね。いやでも人間的な味付けのはダメですから、骨だけ食べて、きっと洗って骨だけあげる、まあ、少し喜びそうもう一個来てます。ハニー太郎さん、犬猫もしくは犬もしくは猫が少しだけ喜びそうな一言。お金がないお前にいい仕事を紹介してやる。こう私が喜ぶよ結構喜ぶ。犬猫もしくは猫が少しだけ喜びそうな一言。明日はサザエさんのタマが遊びに来るぞ。いやこれ結構喜ぶでしょ。少しだけ、少しだけじゃないな、めっちゃ喜ぶ。犬もしくは猫が少しだけ喜びそうな一言。時給1000円で餌が食べ放題のバイトを紹介してやる。働かすんだね基本的にいやこれあるんだったらうちの猫を紹介してほしいです。時給1000円、餌が食べ放題、いいなこれ。え、時給から引かれてるっていうことじゃないよね、食べ放題分。大丈夫だよね、餌が食べ放題で1000円がもらえる。いやいいなこれな、私がやりたいハニ太郎さんからありがとうございます。いいね、うまいね。この方からも来てます。アニカンネームじゅんさんからありがとうございます。犬もしくは猫が少しだけ喜びそうな一言。ゴロンとしててもいいじゃない、猫だもの。相田みつこほっとするのかな、少しだけ確かに喜びそう、猫的にも。相田みつこってゴロンとしててもいいじゃない、猫だもの。そうだね、なんかありがとうございますっていう喜びじゃないね、なんか猫的にもちょっとこのゴロゴロ生活が肯定されてちょっとにゃって喜ぶ程度だね。いいね。君の名前は愛ちゃんにしよう、猫が泣いて喜びます、愛ちゃん収録頑張ってくださいと。ありがとうございますあ、先週キンクル観覧ありがとうございましたとじゅんさんからメッセージついてます。そうそう、あのね、 NHK 沖縄の金曜クルーズ キンクルという番組、津波真一さんがメインの MC というか、スタジオが船の形、船をモチーフにしてるのでね、しんちゃんが船長で、でアナウンサーの方と私アシスタントやってますけど、乗組員という形で沖縄の情報をバラエティ発信しておりますが、じゅんさんね、キンクル来ていただいたんですよ、ありがとうございます。
あの新年初放送でしたね。いいね、アニマル大喜利、皆さんいい感じになんか集まってきたなと思います。今月はまだまだ犬もしくは猫が少しだけ喜びそうな一言を募集しております。ぜひアニマル大喜利参加お待ちしております。以上、アニマル大喜利でした。メッセージ来てます。アニカンネームハニ太郎さんからありがとうございます。犬と猫がセロリを持ってチャンバラごっこをしているのを目撃したことがある。アイちゃんこんばんは。私はセロリが苦手です。最近スマホを機種変したので充電が長持ちしてウハウハな気分です。あ、いいね、プチプチ幸せね。さて、動物に関する出来事なのですが、毎日ではないのですが、たまに石峰中学校の近くで馬を散歩させている人を見かけます。え、その馬は個人で飼っているのかどうか、その辺の詳細は分かりませんが、ふと思い出したので投稿させていただきました。ちなみに西原でもその人とは別で馬を散歩させている人を見かけましたよ。馬を飼っている人って意外と多いんですかね。愛ちゃんは普段あまり見慣れない動物を目撃したことありますか。ではまた。ありがとうございます。アニマル大喜利でたくさんのネタを出していただきました、ハニ太郎さんから。馬は見たことないけど、ちょっと調べてみたら、目撃情報はありましたね、ネットに。新都心で馬を散歩させてる人を発見って書いてました。いるんだろうね、飼ってる方がね。馬って、犬みたいに、公園を、ふらっと散歩させても大丈夫なんでしょうか？飼い馬は。すごいね。南部でも見かけたってことは西原の方で意外と多いのかな、馬飼ってる人。いい、なんかかっこいいな、馬と友達なりたい。見慣れない動物を目撃したことはありますか。なんか最近ちょっと本当関東にいることが多いから、沖縄じゃなくて関東情報で申し訳ないんだけど、 FM ギノワンで放送してるのにね。年始めにサンシャイン水族館って池袋にある水族館に行って、すごい楽しかったんですよ。これがダイオウグソクムシを見ました。名古屋の水族館でなんかダイオウグソクムシが捕食している衝撃な動画が配信されててっていう話、多分この番組でも前にしたんですけど、これダイオウグソクムシを生で見れました、サンシャイン水族館で。で、なんかじっとしてることが多くて、で、ご飯を全然食べなくても平気なんだと。ただ食べた時の捕食の仕方がすごいっていう、そういうお話だったんですけど、動いてましたね、サンシャインで見たダイオウグソクムシは。で、すんごい大きいのと、すんごい大きいって言っても、30センチないか、20センチぐらいかなのサイズのやつと、もうそれの3分の1ぐらいの小さいやつがいて、小さいやつは本当全然動かなかったんですけど、大きいやつはなんか歩き回ってましたね。なんか年に数回の動きたい時期だったんでしょうかね、その子は。すごかった、なんか古代生物感がすごかったね。なんかそういうのちょっと好きかもしれないです。なんか昔生命っていう漫画読んでて、そう、古代生物とかがたくさん出てくるんですけど、生きた化石ってな、アンモナイトとか、あれも好きだったので、なんかそういう生き物はちょっと惹かれますね。で、タコも見たんだけど、水ダコ、多分伸ばしたら、立ったら、タコが立ったら、私163cm ぐらいあるんですけど、それより多分でっかいっていうサイズのタコもいました。めっちゃ大きかったです、すごかったよ。ただね、水族館でこうお魚、久しぶりに水族館行ったんですけど、むしろ美ら海以外はほぼ行ったことがないんですけど、なんかどういう気持ちでこの魚は水槽をぐるぐる回ってるのかなって思いますね。なんか自分がさ、逆だったら、
その、こう眺めてくる、ガラスの向こうから眺めてくる生き物たちをどう感じてるんだろうなと、全然気にしない感じで、むしろちょっと興味持ったり、なんかなんだこいつみたいな顔する子もたまにいますけど、なんかね、どういう、複雑だなと思いながら楽しみました。で、そのサンシャイン水族館のね、メインの水族館で、ガラスの前にお姉さんがいてアナウンスしてて、で、水槽の中にもダイバーのお姉さんが入って、で、今ダイバーの方も喋れるんだね。ダイバーのお姉さんの声も聞こえるようになってるんですよ。で、その二人のお姉さんが水槽の中の生き物たちを紹介してくれたんですけど、なんかすごかったよ。エイと戯れるお姉さんとか動画撮ったので、なんかどっかのタイミングで SNS に上げるね。誰が見たいのかわからないけど。エイと戯れるお姉さんすごかった。だってさ、毒針とかなんかさ、そういうのがあるような生き物たちの中に、ウェットスーツで、その腕を出して、腕は素肌でね、泳いでるお姉さん、羨ましいです。なんか、生き物と仲良くなれて。で、その、説明会みたいな、ショーみたいな感じでね、その水槽の前でやってたんですけど、お姉さんが、なんか、照れ屋な、あの子を紹介しますね、みたいな感じで、こう、泳いでいって、岩陰から何かを掴んで、ぐわーっと持ってきたんですけど、水槽の真ん前まで。どでかいウツボを素手で持ってくるお姉さんは衝撃でした。すごい映像だったよ。それがすごくてね、あのお姉さんとウツボの組み合わせはいいな、なんかって思いながら先に進んで、なんかよくそう、水族館でグッズ売り場とかあるでしょ？で、その中でガチャガチャがあったんですけど、私ガチャガチャちょっと好きだから見てたんですけど、アシカとかね、アザラシかなとか、ペンギンとか、なぜか流行ってるチンアナゴとかね、そういうのの、本当にちっちゃいよ、2、3センチぐらいのフィギュアがね、売ってたんですけど、ランダムで出てくるんですよ、300円で。その中に、ダイバーのお姉さんが、ウツボを持ってるフィギュアがあって、これ商品化してるんだと思って、それが欲しいんですね、今。なので、また近いうちというか、今度は夏でいいかな。中と外があるんですよ、サンシャイン水族館は。だから、行きたいなと思ってます。もう一度。あのお姉さんのフィギュアを狙ってます。なくならないうちに。でも、一回で出るかな。結構種類があったんですよね。4、5種類で、ランダムで、全コンプリートとかだったら頑張れるんですけど、10種類ぐらいあったからな、お姉さんを引き当てられるかどうかですよね。サンシャイン水族館おすすめです。楽しかった。あとね、あっちにも行ったんですよ。品川の水族館。これまた今月のうちに初めぐらいに行ったんですけど、なんかたまたまね。それもね、楽しかった。エプソンがついてるんですね。品川の水族館って。なんか光と音楽とみたいな、そして魚たちとっていう、なんか不思議な世界観というか、なんだろうこの水族館は、あんまりないかもしれないって思いながら見ておりましたけど、なんかイルカショーとかね、光と水とファンタジーな感じで素晴らしかったですけど、なかなかね、その水族館も面白かった。なんか、あれがあったんですよ。わ、水族館の話が長い。これはまた今度。品川の水族館のお話はまた今度ね。なんか沖縄で放送するのに、内地のお話ばかりで申し訳ない。美ら海水族館は行きたいな。ホウジロザメもね、飼育がうまくいかずにということで、亡くなってしまったようで。生き物と一緒に暮らす。生き物を、とお仕事をするっていうのはまたなんか難しいところがありますね、いろいろと。皆さんたくさんメッセージありがとうございました。ここから時間まで普通オタが来ているので、普通オタのご紹介。まずこの方、60トライブネームビンゴさんからありがとうございます。
おお、なんか多いよ。なんで、アンさん、アンリさん、滝沢、西堀、金清さん、川谷、あ、違うか、川谷絵音さんか、あ、ベッキーさん、みっ、お、うん、なんか危ないとこばっかついてくるね。コンラピュタ、コンラピュタ、言いづらい。先週のレスは本当はみんなそう思ってますよ、ですね。これあれですかね、放送時間を変えろっていう抗議文の話ですかね。火曜日夜9時は聞きづらいんだって、春の改編で変えてくださいってビンゴさん言ってましたけど、え、本当みんなそう思ってるの？聞いてメッセージいつもいただいてる皆さんも、火曜日夜9時無理だけど頑張って聞いてんだぜみたいな感じですかね。あの、そのうちアンケート取ります、じゃあ。さて、先週もいろいろな驚きがありましたね。驚きの話題がありましたね。アンリさん、バルス祭り参加した？あの影響からかツイッターが重くなったそうですよ。なんかあったらしいですね。そういえばアンリさん、東京の舞台に出るそうだけど、改編期頃にどちらかの番組で何かお知らせがあるそうですね。お、在沖縄局も改編の噂がいろいろありますからね。新しい事務所はどこになるんですかね。移籍といえば、春にギノワンシティ FM が開局しますけど、 FM ギノワンから移籍する人とかも出るんでしょうか。ひょっとしたらアンリさん、もしかして卒論とか書いてませんか。では今日はみんながあなたの一言を待ってるんですよ、で締めましょう。ここまでのお相手はデンジャラスでした。受験生の皆さん、お疲れ様でした。なんかね、世間の話題に敏感だよね。受験生の皆さん、お疲れとか書くあたりがビンコさん、さすがだなって思います。なんかいろいろ触れられないものが多いですけど、あえてのスルーします。あ、いつものことか。でも収録にも欠かさずメッセージ送ってくれるビンゴさんはすごい情報網だなと、そのアンテナのね、張り方がすごいなって思ってますよ。ちなみにバルス祭りは参加してないです、残念ながら。ありがとうございます。もう一通だけ普通が来てるので紹介しますよ。愛社長、新年1回目の出社ご苦労様ですと。これも前にいただいてたやつですね。今週になってしまってごめんなさい。青に夢中さんです。本年もよろしくお願いします。こちらこそ。新年初の衝動がしそうになってぐっと耐えたもの、それは猫グッズ。懐かしのなめ猫、その他の雑貨たち、使わないともったいないし、ゴミになったら制作者にも悪いしね。でも猫の焼き物は買ってしまうかもしれない。ただいま考え中です。写真テープしますのでご覧ください。欲しくなりますよと。この猫の焼き物、なんだかわいいぞ。なんだろうこれ、なんかね、独特な顔っていうか、フォルムが独特です。確かに欲しくなる。わ、いいなこれ。最近ね、なんか、あの、紙屋さんっていうのに2回ほど行って、ありとあらゆる紙が売ってるんですよ。和紙とか、そういう紙でできた雑貨とか、すごいいい空間でした。池袋にあります。また内地情報。沖縄にもあちこち行くからね、今年。青に夢中さん、ありがとうございます。さて、エンディングです。アニマルカンパニーではただいまメッセージ募集しています。メッセージテーマはアニマルエピソード、アニマルニュース、そしてアニマル大喜利。今月はお題、犬もしくは猫が少しだけ喜びそうな一言、引き続き募集してます。そして普通のお便り、普通歌も待ってますよ。アニマルカンパニーツイッターもあります。ツイッターで情報発信してますので、そういうメッセージの募集だったり、収録情報、放送のお知らせもしてますので、ぜひツイッターの方もフォローしてチェックお願いします。さて、内地情報ばっかりでしたけど、最後にもう一個。せっかくだからね、あんまり私告知しないんだよね。なんでだろうね。ラジオでね、告知するよ。1月27日水曜日から31日日曜日まで、下北沢小劇場 B1 という場所で、舞台があります。彼女はそこに立っていた惨め、具合落とし灰という舞台です。出演させていただきますよ。詳しくは私の SNS、 Twitter、Facebook ページ、
そしてブログでチェックしていただければなと思います。言ってもあんまり宣伝しなかったね。だって下北沢だもの。来れる方はぜひよろしくお願いします。今夜もメッセージありがとうございました。まだまだメッセージ募集してますよ。メールアドレスはアニマルアットマーク fmkino1.com です。来週も収録放送でお届けします。来週もまたお付き合いください。アニマルカンパニー、この番組は NPO 法人ワンズパートナーの会、つなぐ沖縄の協力とペットボックス沖縄の提供でお送りしました。それではまた来週です。バイバーイ。I am so free. All my pains fall to the sky. Come back, my teenage dream. Brand new days, 扉開けて. FM ギナワン火曜日夜9時、この時間は川光愛のアニマルカンパニーをお届けします。この番組は猫好きの私川光愛がその輪を広げ、猫以外の動物もめでながら動物好きとそうじゃない人も巻き込みつつお届けする番組です。また FM 小座では月曜日お昼1時から再放送でお届けしています。ということで FM 小座の皆さんはこんにちはの時間帯でございます。 FM ギナワンの皆さんは夜9時から夜10時ちょっと前55分ぐらいまでお付き合いください。よろしくお願いします。今夜は収録放送でお届けします川光愛のアニマルカンパニー。ツイキャスの放送はないんですけど、ユーストリームで音声配信しています。 FM ギノワンのホームページからこちら見ることができますので、そちらでもお楽しみください。映像はね、生放送だからないんですけどね、あの写真をうちのロッキーが頑張って作ってくれた、私が手書きで書いたロゴを貼って私